ミグ -29K、マイナス29ミグ -29K9.41、ミグ -29K は、RSK、ミグによって設計された関西型マルチロール機で、ミグ -29 の発展型である。本校では1980年代に完成した9.31、企画、2010年からインド海軍で運用されている9.41、企画療法について記述する。 なお、このコーは書く方について、という記述の仕方をすることがあるが、これは、ミグが用いる製品番号であり、単にミグ -29K などと述べただけでは、重複する機種があるためである。ミグ -29K9.31 は、ソビエト連邦海軍による関西戦闘機選定のために開発され、スマイナス 27K、ミ27グ -27 の艦上機型と競合したが、 スマイナス27系が採用されたために試作機が2機完成されるにとどまった。ソビート連邦の崩壊によって1992年からは設計局も不況に煽られたが、その後もミグマイナス29系の開発研究を独自に続行し、90年代後半になるとインド海軍が関西機購入を計画、そこへ売り込みをかけるために、 ミグ -29K 開発は再び熱を盛り返すことになった。そうして完成したのがミグ -29K9.41 であり、2009年からインド海軍への引き渡しが開始している。ミグ -29KVP、後部胴体仮面のアレスティングフックとラークス上面のルーバー式補助インテークを装備している。 ミグ -29K9.31312 号機1970年代初頭、ソビエト連邦海軍による超音速艦上戦闘機開発の要求に従い、ミグ -29K9.31 の開発は、これに対しミコヤン設計局はミグ -29 をもとにして、この要求に応える戦闘機を開発することを決定した。航空母艦上で運用するにあたって、 設計局はまずビブ全体を強化し、アレスティングフックを装備した短距離離着陸用の試験機、ミグ -29KVP を製作1982年8月21日に初飛行させ、関西化にはエンジンパワーの増強と主翼面積の拡大が必要であることを明らかにした。 この結果をもとに設計局はすでに開発済みであったミーグ -29M9.15 をベースに発展させ、主翼面積の拡大及び折りたたみ機構の負荷等、関西機化を行ったミーグ -29K9.31 を完成させた。ミーグ -29K9.31 は1991年に完成され、ミーグ -29M9.15 同様、 ミグ -299.12 など既存の量産型に性能面で大きく差をつけていた。ミグ -29K9.31 の初飛行は1988年7月23日、ウクライナの先にて、トクタルアウバキロフをテストパイロットに行われた。さらに1989年11月1日、アウバキロフは重航空寿命艦、飛びりしでの初着艦、 初発艦に成功した。スマイナス 27K も同日にテストを行っている。1989から91年までの間ミグ -29K9.31 は多くのテスト項目を実行した。ソビエト連邦の崩壊により計画は保留され、後継のロシア海軍はライバルのスマイナス33を探求した。ミコヤンは 資金不足にもかかわらず1992年以降も作業を進めたが開発も進まなくなり計画は放置されてしまった MAX-2009 にて展示されるインド海軍のミグ -29K9.41 インド海軍はロシアから購入したアドミラルゴルシコフを回収してビクラマーディティアとして配備するにあたってロシアとの契約からその搭載機を ミグ -29K に決定していた。これは、インド海軍が限られたスペースしかない空母で、運用するには、巨体すぎるのと整備が複雑なのを嫌ったためであった。これに向けて、RSK ミグは、ミグ -29K9.41 を開発することになるが、これは、ミグ -29K9.31 から直接発展したものではなく、 ミグ -29M を改良したものである。ミグ -29K9.31 のベースになったミグ -29M9.15 は不採用に終わり、複座練習機型のミグ -29 アブム9.61も計画のみで生産されなかったが、後にここから発展した複座のミグ -29M2 が開発され、さらに改良。 関西気化したミグ -29 株9.47が開発された。ミグ -29M2 に対応する短座型がミグ -29M であり、これがミグ -29K9.41 のベースとなっている。なお、ミグ -29M には他にもミグ -35 の母体にもなっている。またミグ -29K9.41 には、 ミーグ -29K9.31 のノウハウも濃くフィードバックされている。2004年1月20日、アドミラルゴルシコフのインドへの引き渡しと回収作業についてロシアとインドが15億ドルで契約したと発表された。これによれば契約額の半額が空母の回収に充てられ残りの半分で 搭載機のミグ -29K9.41 とカマイナス31対戦ヘリコプターを製造するということである。空母、ビクラマーディティアには、それぞれ16機、10機が搭載可能であるとされているが、装備される1飛行隊は12機のミグ -29K9.41 で構成されるという。2007年1月22日。 ロシアのジューコフスキー飛行場で、インド海軍向けに開発されたミグマイナス -29 株、9.47が初飛行した。主翼の折りたたみ部分ミグマイナス -29M9.15 から発展しているため、基本的なレイアウトはこれに準ずる。ミグマイナス -29M9.15 からミグマイナス -29K9.31 へは、主翼の翼幅を11.36メートルから11.99メートルに、 増加し折りたたみ機構を負荷、フラップをダブルスロッケット式に変更、足機構の強化、アレスティングフックの追加、ヒンジの強化なども行われた。ミグ -29M1 及びミグ -29M2 から発展したため、外観はミグ -29K9.31 と大きく、異ならず、環状機への改造についてもノウハウが活かされている。敵レーダーによる捕捉を避けるため、 ステルス性向上への策も取られており、機体には電波吸収剤がコーティングされレーダー反射弾、面積は普通のミグ -29 の4から5分の1程度になっているとされる。材料も進歩しており、機体の約15%に複合材料を使用している。空中給油プローブミグ -29K9.41、ミグ -29 株9.47の 作戦行動半径は、増装なしで 850km、増装を1本で 1050km、増装3本で 1300km であり、増装を3本装備した時のフェリー距離は 3000km である。最大機内燃料搭載量は 5200kg に増加した。1500リットル増装は1本、1150リットル増装は2本まで装備できる。 原型のミグマイナス -29 がソ連の要求によって前線戦闘機として開発されたため制限のある行動範囲を受け継いでしまっている。しかし機種左には給油用引き込み式プローブが装備されているので必要に応じて空中給油を行い航続距離を伸ばすことは可能である。基本的にミグマイナス -29M9.15 と同様である。 基本的に MIG-29M9.31 と同様であるが、フランス製の SIGMA-95GPS、INS 広報装置及びトップサイト EHMD、イスラエルの IAI、エルタ製の自己防御システム、インド製の通信装置、電波コード系、IF、タングレーダー警報受信機を搭載する。 ロシア海軍が運用する方では通信用無線機が、ポレト社の R-800L2 に変わっている。搭載する多重チャンネル式のる図、Z、上赤外線捜索追尾システムは、320、X256 ピクセルの赤外線センサー、ー640、480ピクセルのテレビカメラ、レーザー測距儀を統合しており、情報60度、下方15度、 左右45度ずつを捜作できる。探知距離は航空目標に対しヘッドオンで1 5トル追尾する状況だと4 5トル程度で2 0トルの距離で目標との距離表示及びレーザー誘導兵器の照準を行える。パズ -1MK を装備したミグ2 9軽固定兵装として左ラックス部の付け根に GSH-30 から 130mm 機関砲一門を装備し、装弾数は150発である。ハードポイントは、左右主翼下に4箇所ずつ、胴体中心線下に1箇所の合計9箇所あり、増装を搭載可能なウェットポイントは、機体中心下の1箇所、翼下の一番内側の各1箇所、計3箇所である。機体中心下のハードポイントは増装にのみ、 対応している。低ロードは9箇所全体で 4500kg である。ミグ -29K9.31 とミグ -29K9.41、ミグ -29 株9.47で運用できる並走に特に違いはない。ミグ -29M の場合、すべての並走はミグ -29SMT と互換性があるとされている。また、増走の代わりに、 パズ -1MK 給油ユニットを装備することで、バディ給油能力を持たせることができる。自己防御としては、チャフとフレアを胴体ビブのエンジンナセルのビブの下に、取り付けられた 50mm 口径のカートリッジを16個の、それぞれ梱包した2つのディスペンサーを装備する。ミグ -29 株9.47、ロシア海軍向けのミグ -29K 株は、 飛行式にミグマイナス -29KR、キューブルと呼ばれることもある。これらについては、インドと外国製の機材が構成より削除されている。このほか、空母を一つの基地として運用するにあたって重い問題を保有していないという点、早期警戒ヘリはあるものの固定翼機に比べると、速度や対空時間などの性能で劣る、を抱えていたインド海軍のために、 ミグ -29 株9.47をベースに強力なデータリンクシステムを備えた機体を開発、配備し、駅と同じような機能を持たせる計画がある。また、EA-18G のような電子戦機の開発も検討されている。発注問題2011年6月、アストラハンでミグ -29 株が墜落し、パイロットが死亡した。2014年12月4日、 モスクワ近郊でミーグ -29 株の204号機が墜落し、パイロットが死亡した。2016年11月14日、地中海においてアドミラルクズネツオフに着艦アプローチ中に1機が墜落した。原因は墜落機が着艦する前の機体がアレスティングワイヤーの1本を切断したため、墜落した機が着艦することができず上空待機中に、 燃料が切れたためであった。なお墜落した機体については、パイロットの射出時に IF システムは自動破壊され機密性に問題はないとの判断や、引き上げ費用が効果といった理由から同様に、墜落したスマイナス33ともども引き上げは実施されていない。2017年2月28日、ミムマイナス2 9系が技術的な障害により、 マンガルル国際空港に緊急着陸した。2018年1月、ハンザ基地から訓練に向かうために離陸中のミグ -29K が出火し、墜落。パイロットは無事脱出した。2019年11月、ミグ -29 株がコア基地を離陸した後、バードストライクによるエンジンの故障により墜落した。パイロットは無事に脱出。2020年2月、 ハンザ基地から離陸したミグマイナス2 9系が訓練中にゴアオキのアラビア海に墜落した。パイロットは無事に救助された。2020年11月、ビクラマーディティアから発艦したミグマイナス -29 株が訓練中にアラビア海に墜落。1名は救助されたが、もう1名は行方不明。11日後パイロットと思われる遺体を回収した。データは ミグ公式サイトなどより、兵装類の弾数は記述があるもののみ、兵装空、対空空、対地帯、レーダー、対艦爆弾、その他、ありがとうございます。